皆さんこんにちは。 札幌生ビールクーラベル」のウェブコンテンツに出演していますブルルーーエンンカカウントのボーカル田辺一ですそうですねまさかこんなに汗かくとは思ってなかったぐらいのもうほんとライブと同じ下手したらそれ以上に汗をかいたっていうそれぐらい魂込めてパフォーマンスできたなと思いますね。はいなんでしょうこうライブ というものに対すするワクワクク感渇望ですねそれの部分を、えー、現場のスタッフの皆さんとお話しする上で、えー、自分の中であどういうふうにライブパフォーマンスってこうやってたっけなみたいなもこうもう一回再認識できた感じはあるのである意味こう原点に帰ったパフォーマンスを、えー、私田辺はやれてると思いますのでそこの部分の初々、えー、しさみたいなものが見どころになってると思います。はい 何でしょう、えーまあ、僕らはもう今年は結成20周年でインディーズ時代も10年さまよってたバンドなので基本的にまさにこの言葉が全てなんじゃないかなと思ってましてあのいつだってこう先輩だったり後輩だったりと一緒にライブやる機会がたくさん、まあ、今でももちろんそうなんですけどなめられちゃいけないっていうのであのキャリアもねこんだけ積んでもう別に。 多分そこまで考えすぎる必要はないと思うんですけどいまだにメンバー4人ともあの絶対に舐められてたまるかっていうので一応一応大事にやってるっていうのありますね。でそれをやった上で誰かにとってのその星っていう意味な僕的にはスターっていうことではなくて道しるべとしての星の光っていう存在に僕らの音楽になればそれでそうですねその音楽やってる理由になるかなと思いますね。はい 確実にもうこれはライブやった後っすねライブやった後にしかも自分が本当にそのんだろうなこう4人揃っていいライブできたねって思える時ってやっぱメンバーが思ってることを僕が代弁できた時だったりとかそういう時ってやっぱり4人の言葉になって会場に来てくれる一人一人にその投げかけれた時に。 それが共鳴し合ってその大団円がなった時に最後にこう楽屋でメンバーでかわすこの黒ラベルのうまさっていうのはもうえい,難い旨味がありますねはいそうですねやっぱりライブハウスはあの大きくても小さくてもお客さんの顔すごい見えるんですよね。その時に なんだろうな。こうそのライブ会場に来るまでいろんな感情をね。背負って僕らももちろんそうですけど、一人一人がいろんなものを背負ってそこで放出しに来てるっていうのが全てが合致した時のうねるような最高な景色っていうのはあるので、それをみんなで分かち合った後の。もうビールはうまいっすね。はい。それこそ、あの数年前にとあるフェスに出させていただいたんですけど、そのフェスとサッポロビールの？ コララボレーションしたたたたグラスみいいいなのをいただいたんですね僕それをずっともう何年も使い続けてまして僕はもういつも冷凍庫にそのグラスを冷やしてましてキンキンのもうもう一年中霜降った状態でもうクワッと外に出すんですけどそれにもう黒ラベルをブワッと注ぎ込んでやっぱりあの凍ってるんで最初ね泡だけがグワって出てくるんですけどその後にうまみのもう 旨味の部分がこう、どん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 上に上がってくるわけですね。それをもうずっと僕、まんじりともせずに待つんです。で、その、もういよいよ待った先で、黄金比になったもう、その黒ラベルを。美味しくいただくっていうのが、もう僕にとっても、う至高のご褒美になってますね。はい。 そうですね、あのー、もう旧ソとはもう自分たちのツアーにも出たり彼らのツアーにも出たりというもう本当に親友同士なのでそこら辺のもうグループはもう来てくれる皆さんも分かってもらってると思いますしまああの本当みんなお酒好きやと思うのでそこでこうそれぞれの熱量の放出し合った先でどんなこう黒ラベルを買わせるのかっていうのはすごい楽しみですね。はい そうですねだから願うはトップバッターにしていただいたらそのもうゆっくりビール楽しめるかなという感じもありつつなのでそうですねあのもうできるだけ長い時間黒ラベルに触れていたいそういう感じもしておりますけどもいやでもどこでも多分うまいと思うんですけどねもう最初にこうやりきってもううわっとずっと飲みながらこうライブ楽しむのもありですしそれを我慢した先で。 こうなんか自分のこうやる我慢したこう上で紡いだ先で飲むっていうのも絶対うまいと思うのでそうっすねまあ、とにかく打ち上げでみんなで久々にねなんかなかなかフェスじゃないとこう顔を合わせないっていうのもあるのでゆっくり音楽のことを熱く話しながら飲めたらいいなと思いますね。 もういつまでも自分を決めつけないいっていうのは一個その探求という上で大事になってきますね探すっていうのはもう見つけちゃったら終わりじゃないですか。っていうので自分の中でもたくさん夢を叶えてこれてる人生ではありますしいろいろと考えもしなかった景色に触れる日々だったりするんですけどでもそれが自分にとっての正解でもないですし答えでもない。 そういういに自分の中でいつもうそうですね決めつけてではないですけどそう思ってるからこそ新たなな刺激っっていいうのに出会いやすくるこれでなんかああもう自分の人生これで十分だわって思った時点で多分探求っていうのは止まっていくのでいまだに、まあ、そのビールの飲み方一つにしてもなんかちょっとこう。 角度変えただだけでこんな上手いんない例えば「つまみ今まで合わなかったのこれ掛け合わせたこんなうまいんだ」的な感じにもあるように楽曲もそうですねこういう楽曲やってきたから同じ楽曲をやるのではなくて自分たちがやってみたいことをまずやってみて合わなかったらそこで別にもうお別れしてもいいと思いますし合うんだったらこれからそれを味方につけてやっていくそういうふうに探求していくっていうのがもう男性だろうが女性だろうが。 これからよりこの時代には大事になっていくことなのかなと思いますね。うん、今年は、まあ、その周年ということで。 もちろんその日本でのライブっていうのはもう全力でやりつつなんですけどもそういう意味ではその丸くなるなという意味であのまあ初ちょっとアジア圏で自分たち冠のツアーもやってみたいなとか思ったりもしてますしあのよりそういう意味ではそうですねまだ僕らのことを知らない場所にどんどん行って超アウェーな状態でいかに自分たちが。 どんな言葉どんな音楽を発せれるかっていうのをよりやってみたいですね今うちのベースの辻村祐太はあの去年からあの単身ニューヨークに渡米しまして、えー、今ほんとベースの武者修行やってる最中でやはりその海外に触れるっていうそのことっていうのは人生におけるまあ本当でかい糧になるので僕らは負けじと4人でじゃあ海外でどんな音を鳴らせるのか。 多分相当大変だと思いまますす言葉の壁もありますやっぱその習慣の違いもあるのでそこに対してまさにさっきも言いましたように決めつけるのではなく「あ日本人だからこうだ」とかではなくてやはり日本人だとかどうでもよくて音楽やってる人間としてどういうふうにその人たちと一緒にやばい景色を作れるのかそこが一個のテーマになると思いますね。臆することなく 新たな世界に飛び出すそれが20周年を迎えた我々にとっての大事なキーワードになると思っております。